さあ次に、5ラウンドですね。すいません、今気づいたんですけど、上にあるこれですね、これは気にしないでください、ケツの忘れておりました、申し訳ありません、本当に今気づきました、素で忘れておりました、失礼いたしました。時々動画内でもこういうのもあるかもしれないので、その時は見逃してください、よろしくお願いします。ではですね、見ていきます。マニッシュボーイですね、スキルゲージ10分の1ですね、マニッシュボーイが存在する限りスキルゲージのたまりが10分の1になっていきます。そして目玉の恐怖、登場時フィールドに目玉を5つ設置していきます。上銀銀ですね、あれコマンドスキルですね、アビリティ上銀銀だぞ、権力を振り返るし、ルカダ勢力全体の移動距離を3分の2にしていきます。これは困りますね。はい、カウントリミットですね、行動カウントが5以上になると行動カウント、自身の行動カウントを0にしていきます。そしてバニラアイスですね、エリアスキル苦痛ですね、エリアに入ったユニットに対し2万ダメージを与えています。そして空間移動コマンドスキルですね、そしてアビリティですね、カウントリミット行動カウントが4以上になると自身の行動カウントを0にしていきます。そしてこの腕が俺を刺した悪い腕かですね、近くでスマッシュが発動するカウンター攻撃でスマッシュの発動を止めていきます。キャプテンテニーですね、ミスターキャプテンテニーのアビリティ海中戦ですね、敵味方ユニットが壁に接触すると移動を停止させます、再起不能になると効果が解除されます。敵味方関係ないんですね、これは初めて知ったような感じです。そして鱗カッターですね、接触攻撃を受けると鱗を周にばらまいていきます。触れるとダメージ&移動距離がダウンしていきます。ホールフォースですね、動くんじゃねえ、低確率で接触してきた敵にダメージを与え、相手の行動を止めていきます。俺たちは無敵だ、登場時敵勢力全体の ATK を 1.5 倍にしていきます。再起不能になると効果が解除されます。そしてアイアイサーですね、 60% の確率で範囲内の、敵の攻撃に合わせて遠距離攻撃で 50% のダメージを与えていきます。ではですね、あまりダメージは受けたくないので、このままですね、ちょっと回復ビームあるので進めていこうと思います。急に闘志が湧いてきたぜ、壁ピッタだけはやめてくれ、どうだ大丈夫だ、さあ反撃を受けたが、マニッシュボーイは倒した、どうもね調子が悪いようです。ちょっと待ってくださいね、2万突っ込んでも大丈夫ですね。ではバニラアイスに向けて突っ込みます。産物がもう乗ってるのでね、よし、これで処理はできたので、よし締めてもう一度いきます。2回、ここでどうだ、うん、倒せましたね、 OK です、倒せました。おっと虹ドロだ、暗黒空間虹ドロやりました、やったぜ、最近ね落ちてなかったんで本当に嬉しいですわ、何気に。さあ見ていきましょう、呪いのデーブですね、靴エリアに入ったユニットに対し
1万ダメージを与えていきます。そしてよくもやりやがったなですね、コンボ数のコンボ数分のカウンターダメージを与えていきます。そしていてーよー、 HP が少なければ少ないほど自身の ATK がアップしていきます。そしてダニエル・ジェッダービーですね、グッド、登場時敵勢力全体の受けるダメージを 60% カットしていきます。そしてサイキー不能になると効果が解除されます。魂はいただく、接触攻撃でダメージを受けるとスキルゲージが1減っていきます。弱点ヒット時には発動しません。そしてシティリーダンですね、ダミ人形7ヒット目までは、自身への攻撃はダメージが1になります。そしてジェイガイルですね、靴エリアに入ったユニットに対し1万ダメージを与えていきます。そしてバーカメですね、カウンターでスマッシュの発動を止め相手の移動距離を2分の1にしていきます。カウントリミット行動カウントが5以上になると自身の行動カウントを0にしていきます。そしてカメオですね、ヘイルトゥユー、死亡した時にスキルゲージを3減らしてきます。ということなので、ここはもうジョースケで、行きたいと思いますので、もうしょうがないですね、このままファイアボムでゲージを貯めていきましょう。カウンターはねそこまで厳しくはないので、では行きます。ジョースケを倒し、ここで発動しましたね、急に闘志が湧いていた。さあここでこれでなんとかなりそうですが、どうだ、倒しきれたか。よくもやりやがったな。このまま4ヒットですね、2、3、4で急に闘志が湧いてきました。5ヒット耐えれるか。 OK です。さあこれで反撃ののろしは上がりました。では参ります。強い、さすがに強いですね。はい、L2U で、まあ虹がかかってるんでね、かなりやっておかないとならないですね。またいやらしいところにことになりましたね。ケニー C が出てくるとは。一番ありがたかったのは開幕でね、テレンスが出てこなかったのがありがたいですね。さあ見ていきましょう。バニラアイスですね、エリアスキル狂気、エリアに入ったユニットに対し与えるダメージを 50% ダウンの効果を与えていきます。そしてコマンドスキルですね、アビリティ蹴りをつけてやる、行動カウントが4以上になると自身の行動カウントを0にする、さらに範囲内の、味方勢力にダメージを与えています。なるべく4にはしたくないですね。そしてこの腕が俺を刺した悪い腕か、近くでスマッシュが発動するとカウンター攻撃でスマッシュの発動を止めていきます。そしてオールナイフアバヨですね、コマンドスキルはいいですね、アビリティ嘘をつくなですね、味方が死亡すると行動カウントに減らしていきます。そしてとっておきのダメ押し、接触攻撃を受けると敵勢力全体の ATK を 1.5 倍プラスダメージを3分の2にしていきます。これがちょっと厄介ですね。そしてケニー G ですね、アビリティ迷路の幻覚、ステージが広大な、迷路に変わり、敵と味方が移動時に壁に接触せずに貫通するようになっていきます。ロージョセフですね、要取るイカラですね、接触したユニットを停止させる、
または、まだ接触したユニットはスキルゲージの溜まりが10分の1になってきます。そして老化な策、登場時味方勢力全体のエネルギースキルゲージの溜まりが10分の1になってきます。そしてワシにパニックという言葉はない。死亡した時にスキルゲージを1つ分減らしていきます。そして最後にイギーですね。マトリックスなんですね。登場時味方勢力全体の移動距離を2分の1にしていきます。そして砂の守りですね。接触攻撃を受けるとカウンターダメージを与えてきます。そして仲間を守る、一定範囲内の仲間が攻撃を受けた時に身を挺して守ってきます。なのでもうお構いなく急に闘志が湧いてきたせいですね。さあ、そしてちょっと接触してしまいましたが、スキルを、コマンドスキルは発動しておりますので、もうタロツケにかけていきます。さあ、スキルゲージがこれで溜まるのですが、よくよく考えたらですね、こいつが取っていくので必要なかったですね。まあ遊びだというので入れたというのがまあ正解ですかね。ではですね、行きましょう。なるべく弱点ヒットしておきたい。同時封じ死亡。ここで一回ヒットさせておきます。さあ、流れるままにいけるか。反対方向になりましたね。さあどうなる。移動が変わってきたぞ。ダメージは与えていっております。さあどうなる。アバポールだけでも倒しておきたい。アバポールを倒しておきたい。長い長いぞ。これはもうダメか。ダメですね。我慢どうしようもないです。おっと、アバポール倒せました。やりました。さあ、これで状況がだいぶ変わりました。わしにパニックという言葉はないですね。さあ、ほとんど価値格が見えてまいりました。ではではコンビネーションですね。治癒を無駄に使っていきます。さあ、これでバニラアイスを倒しました。さすがにダブルでは来ない。掴まれたのがリーパスですね。これなら大丈夫です。さあ、見ていきましょう。アブドゥルですね。やつエリアスキル、やつですね。エリアに入ったユニットに対して3ターンの間コマンドスキルが発動できなくなる効果を与えてきます。そしてアビティーは仲間を守るですね。一定範囲内の仲間が攻撃を受けた時に目を挺して守っていきます。そして最後の灯火ですね。で、再起不能になると敵勢力の HP を全回復し、あとそして ATK 攻撃力を 1.5 倍にしていきます。テネスティーダリーですね。掴んだ魂をですね、登場時発動ランダムで味方ユニット1体を3ターンの間縛り付け状態にしていきます。そしてカウントリミットですね。行動カウントの5以上になると自身の行動カウントをゼロにしていきます。そしてショックだったらをですね、接触攻撃でダメージを受けるとスキルゲージが3減っていきます。そしてディオですね。決戦ディオ、エリアスキルですね。エリアに入ったユニットに対して3ターンの間コマンドスキルが発動できなくなる効果を与えていきます。そしてアビリティですね。出会いシーンすればですね、味方のヒット数分が、5ヒット以上いかなかったので味方
味方全体にダメージを与えていきます。そしてコンボカウンターですね、コンボ数分のカウンターダメージを与えています。そして何が起こったかも分かるはずがない。接触攻撃をしてきたユニットにダメージプラス移動停止ですね。弱点ヒート時には発動しないですね。さらに、自ら別の場所に移動していって周囲のユニットにダメージを与えてきます。そして上太郎ですね、コマンドスキルですね、アベティダメだね、ヒットされるために自身の行動カウントが2減ってきます。そしてとっとと綺麗な移動終了時に、範囲内に 250% のダメージを与えてきます。そしてカウントリミット、行動カウントが5以上になると自身の行動カウントが0になってきます。そして下教員ですね、地面を張って目を伸ばすことができるですね。スマッシュが発動するに必ずカウンター攻撃でスマッシュの発動を止めています。そしてすでに触脚が伸びている 60% の確率で範囲内の敵の攻撃に合わせて遠距離攻撃で 300% のダメージを与えています。さあお仕置きの時間帯のベイビーですね、ベイビーですね。登場時、敵勢力全体の ATK 攻撃力を 1.5 倍にします。さあ やりましょう、もう勝ちは確定です。もう一発ですね、一発じゃないですね、4ヒットぐらいいってましたね。はい、これで倒しました、終了です。はい、何度かレジュームはしましたが、なんとかクリアはできました。ありがとうございます。虹泥もしましたし、いやー良かったです。暗黒空間降ってこなかったので本当にありがたいです。ではですね、最後まで見ていただき、あ、そうですね、一応どこまで伸びたのかちょっと見ていきましょう。まだねプラス4なんです。だからまあ嬉しいんですね、よかったです、本当に降ってきてよかったです。ではですね、最後まで見てご覧いただいて誠にありがとうございます。ではまたどこかの動画でお会いいたしましょう。ではラストバタイ。